マシュー・フィリップ・ダーモディは、アメリカ合衆国アイオワ州、ノーアーク出身のプロ野球選手。左投げ右打ち、埼玉西部ライオンズ所属。2009年の MLB ドラフト26巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名されたが、この時は入団せずに、アイオワ大学へ進学した。2011年の MLB ドラフト29巡目では、コロラドロッキーズから指名されたが、 この時も入団せず。2012年の MLB ドラフト23巡目では、アリゾナダイヤモンドバックスから指名されたが、この時も入団せず。2013年の MLB ドラフト28巡目で、トロントブルージェイズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグブルージェイズで、プロデビュー。A-9 バンクーバーカナディアンズでもプレイし、 二球団合計で16試合に登板して5勝1敗、防御率1.66、51奪三振を記録した。2014年は A 級ランシングラグナッツでプレーし、27試合に登板して4勝6敗、防御率4.69、65奪三振を記録した。2015年は A 級ダニーデンブルージェイズでプレーし、35試合に 登板して4勝1敗1セーブ、防御率4.21、62奪三振を記録した。2016年、マイナーでは、A 級ダニーデン、A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツ、トリプル A 級バッファローバイソンズでプレイし、3球団合計で47試合に登板して3勝1敗、3セーブ、防御率1.82、47奪三振を記録した。 9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。3日のタンパベーレーズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは5試合に登板して防御率12.005奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加しメサソーラーソックスに所属した。2017年は23試合に登板して2勝0。はい、防御率4.43。 15奪三振を記録した。2018年3月22日にサムガビグリオの加入に伴ってディエフェとなり、24日にマイナー契約でトリプル A 級バッファローへ配属された。この年はトリプル A 級バッファローで5試合の登板にとどまり、5月にはトミー・ジョン手術を受けている。2019年もトリプル A 級バッファローでプレイし、15試合に 登板して2勝1敗、防御率5.48、23奪三振を記録した。オフの11月4日に FA となった。2020年3月9日に独立リーグであるアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約した。4先発を含む5試合に登板して3勝0敗、防御率0.52と好成績を残した。 2020年8月1日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。9月6日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。翌日の9月7日にビリー・ハミルトンの加入に伴って DF となり、9日にマイナー契約となった。9月28日に FA となった。 2021年1月21日に埼玉西部ライオンズへの入団が発表された。背番号は98。COVID-19 流行の影響による入国制限で来日が4月2日となり、4月16日に隔離期間が明け、2軍で調整登板し、5月3日に出場選手登録され、同日の対オリックスバファローズ戦で先発登板し、5回無失点の内容で、 勝敗はつかなかった。その後は、火曜日のローテーションを回っていたが、先発予定だった、同25日の広島戦が中止。登板が飛ばされると見込まれていたが、同27日の広島戦直前に発熱を、訴えた、源田宗介と接触した可能性があったため先発を回避したザックニールに代わって、急遽先発登板。5回1失点の口頭で、 勝利投手の権利を持って降板するも、その後、リリーフ陣が同点に追いつかれて、来日初勝利とはならなかった。5月は4先発で未勝利ながら、防御率3.43と試合を作ったが、6月は2先発で、防御率10.57と打ち込まれ登録抹消となり、左の中継ぎが手薄なチーム事情もあって二軍で、リリーフ調整となった。その後、 イースタンリーグでは10試合中4試合で、失点、防御率6.75と振るわなかったが、エキシビションマッチでは1軍に帯同。西口文也投手コーチから中継機用一本化が、明言された。後半戦の開幕を中継として1軍で迎えたが5試合の、当番で被打率。400ホイップ2.14と不安定な投球が、続き、8月28日に登録抹消となった。 スライダーと速球を中心に組み立てる NPB ありがとうございます。